ファイブは、平山譲のノンフィクション小説。また、これを原作とする漫画、テレビドラマ。2004年10月に NHK 出版より刊行された、スポーツノンフィクション。草加里樹作画で漫画家、岸谷五郎主演で、テレビドラマ化された。1990年代中盤より、親会社の業績不振に伴うリストラが行われた。企業のスポーツ部の配布も行われた。 所属していたバスケットボール部が廃部となり、居場所を失った選手たちが弱小だったチームに移籍し、日本一を目指す。JBL スーパーリーグの強豪だった鈴ス自動車ギガキャッツは、伊スズ自動車の業績不振により、廃部となった。ミスターバスケットボールと言われていた、佐古健一は、m v p を3度受賞する、スター選手だった。しかし選手としては高齢なため所属先も決まらず、 苦しむ。時は遡り、鈴木高み一は JBL2 部リーグで低迷するンシーホースのヘッドコーチとして招かれた。残業に追われ疲れている選手のやる気を引き出し一部に昇格させた。しかし一部に昇格したが、有望な新人選手たちは大都市のチームへ加入してしまうため補強に苦労する。そこでベテラン選手を獲得することとした。住友金属。 スパークスの佐藤信長、NKKC ホークスの後藤正樹、大和証券ホットブリザーズの富山秀明、ボッシュブルーウィンズのエリック・マッカーサーを獲得。補強によりセミファイナルまで勝ち上がることができたが、ファイナルには勝ち上がれない。そこで、鈴木はサコに声をかけ、サコの移籍先が決まる。サコは、伊スズと愛心の異なる方針に戸惑いながらも慣れて、行ったが、今度は、 故障に苦しむこととなる。なんとかファイナルまで進むが、オリモ・タケヒコや田セ・ユータなどが所属する前年の覇者、トヨタ自動車アルバルクが立ちはだかる。競合チーム相手に、ベテラン選手たちは苦しむ。時間内では、決着がつかずに延長戦へと突入していく。そして、草加里樹の作画により、漫画化され、小学館、ビッグコミックに2006年、 第2号から2008年第1号まで連載された。単行本は、小学館から前後館が刊行された。草笠都樹、平山譲る、5小学館正月ドラマスペシャルとして、NHK 総合テレビで、2008年1月5日の21時22時30分に放送された。正月特番である。視聴率7.1%。5に関するカテゴリー。 ありがとうございます。